こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。今回久しぶりのプレイになりますね。結構ローディングに時間かかってます。太陽の巻き場王か。高知競馬って言ったら この太陽と巻き場王と厩舎で働く。おはようございます。ゆずカップセットですね。太陽のチケット。おめでとうございます。星のケッペン、通算の運。多いです。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。プレゼントが届いています。さあ、もうガチャを一つずつ引いていきます。ディアナ・デ・ラノビア。たくさんありますね。このガチャは日本王者ガチャ。さらに芝の名馬ガチャ、アドマイヤ孤児院、下の競合ガチャ、ステップアップガチャですね。4ステップ引かないといけないんで、結局結構使ってしまうパターン。そしてデイリーガチャか。トゥザワールド、株券どうも使ってしまってるので統合がいりますね。カーディ、
イベント開催中です。これで受け取れますね。さあ本番行ってみましょう。刀アラビアン、今現在の成績はご覧の通り、前回凱旋門賞を取ることができました。今回はおそらくジャパンカップにチャレンジしていきたいと思います。10月の5週か、もう1週待って510キロにしてからジャパンカップに出たいと思います。やりました、ありがとうございます。メダルもたまりますね。さあもうこの状態だったらそんなに、何これ、3周年記念、調子も回復してくれる。嬉しそうですね。イベント開催中です。さあ事務所に行って、イベント開催中です。すいません、おみくじを引かないと。ダメですね、小吉まで止まり。何かご用でしょうか。クエストを達成しました。元気いっぱいです、いい感じですね。何かご用でしょうか。208キロをキープします。状態まだいいですね。クエストを達成しました。クエストを達成しました。イベント開催中です。適正距離が1800から3200なんですよね。いい仕上がりです。人参か、これが成長促進なんでね。いい感じですね。これで。今週はレースがあります。イベント開催中です。レースですね。いい仕上がりです。人参、嬉しそうですね。これで全然問題ないはず。ジャパンカップ出走です。残り29周ですね。現役生活も。一番人気ですね。ただいまより投票受付を開始します。BGM は音量下げてるのか。1.4 倍、ダントツ1番人気。2番人気が、コタシャン。コタシャンいいですね。強い。3番人気がホワイトマズル。4番人気、スターボコジーンですね。5番人気がウィニングチケットとなっております。印はグリグリ、マーク。ここは勝って次に行かないとと思いますね。
どうしたんでしょうか。時間が。ジャパンカップです。BGM がちょっと低いな。歓声はでかいけど。世界に誇る勲章を手にするのは果たしてどの馬でやりましょうか。ジャパンカップ、さあ準備が整いました。スタートはちょっと出遅れたかな。最初のスタンド前、致命的な出遅れではありません。ライスシャワー先行作、ライスシャワーがなんと1番メジロパーマー、それからレガシーマー、それはさすがに、その後ろでやりましょうか。ナチュラリズム12頭が第1コーナーに向かいます。シーツのレガシーワールドが取った年だったっけ。そのうちからはミシル、1番人気のカタノアラビアン、岡部騎手、どのあたりで動くんでしょうか。スターオブコジーンがそのうちにいます。外を通ってアーバンシー、そしてその後ろから4番オタシャン、一番後ろに2番フラテニであります。12頭第2コーナー左にカーブを取ります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。順位が入れ替わっておりまして、先頭はメジロパーマーであります。このあたりちょっと離れているレガシーワールド、それからもう1頭8番ナチュラリズム、そして内からはライスシャワー、差が開いてホワイトマズル、ウイニングチケット、内から1頭5番ミシル、カタノアラビアンと岡部、世界が認めた実力をここでも見せつけます。スターオブコジーンがその後ろ、その外に12番アーバンシー、4番コタシャン、内を通りまして2番フラテニに、まもなく欅を通り過ぎていきます。前でありますが前、先頭は依然として1番メジロパーマー。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。カタノアラビアン直線伸びてくるのかどうか。メジロパーマーが抜け出した。外からはレガシーワールド、なかなかしぶとい。レガシーワールドは伸びる。先頭メジロパーマー、しかし差はそれほどでもない。カタノアラビアンも追い込んできた。アラビアンがこっから伸びるよ。メジロパーマー、レガシーワールドが2番手、ホワイトマズル、シャワーがかわした。外を通ってレガシーワールド、さあ何切れるか。うちなどいらぬ私はもう不気味だが、岡部とカタノアラビアン最後返しました。1番カタノアラビアン G1 8勝目、獲得賞金は1番1000枚突破。3馬身差って4分の3馬身差か。2着がライシャーですね。これをきっとカタナラビアン世界も制しました。やりました。1着11番、2着7番、3着当番以上のように確定しました。500キロですよね。結構333ってメダル使うんですね。何かご用でしょうか。とりあえず放牧かな。何かご用でしょうか。ちょっと疲れは溜まってるのか。クエストを達成しました。イベント開催中です。さあいろいろもらいました。ご用でしょうか。お、もうリラックスできる。この回復力の速さがこのカタノアラビアンの魅力なのではないかなと思いますね。504キロか。はい、パートナー調教、これはきついな。
かご用でしょうか。はい、というわけで、見事に、ジャパンカップも制することができました。ちょっとローテーション的に厳しくなりますが、有馬記念で、2連覇を目指していきたいと思います。グランプリだったら有馬記念3連覇か、グランプリが5連覇ってことですよね。悲願のジャパンカップも取ることができました。で、有馬記念取って WBC へ向かいたいと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。